まずこちらのモデムと Wi-Fi ルーター、それぞれの電源コード、LANケーブルとテレビアンテナケーブルがあることをご確認ください。機器やケーブルがない場合は NCV までお問い合わせください。まずモデムの設置方法をご説明します。電源コードを機器裏側の電源差し込み口につなぎます。次にテレビアンテナケーブルを一番左端の差し込み口に回しながら接続します。電源コードをコンセントにつなぎ、モデムのパワーランプが緑色に点灯していることをご確認ください。次にお部屋の壁にあるテレビ用差し込み口に、先ほどモデムに接続したテレビアンテナケーブルのもう一方を差し込みます。お部屋の電源コンセントがすべて使われている場合、ご自身で電源タップをご用意して差し込み口の数を増やしてください。モデムのリンクアクトランプが緑色に点灯しますのでご確認ください。続いて Wi-Fi ルーターの設置方法をご説明します。まず電源コードをルーター本体裏側の電源差し込み口につなぎます。次に LAN ケーブルを WAN と表記された差し込み口に接続します。ここでこの LAN ケーブルのもう一方をモデム裏側にある LAN1 と表示された差し込み口に差し込みます。Wi-Fi ルーターの電源コードをコンセントに差し込みます。Wi-Fi ルーターの表側にある上から5つのランプが点灯していることをご確認ください。5つのランプすべてが点灯するまで2分から3分ほどかかります。これで完了です。